はい、それでは始めてまいります。皆さんこんにちは、2022パーフェクトローラー講座卓越編民法の第1回目前半の講義を担当根本の方で始めてまいります。受かりたいじゃないですよ。圧倒的な力を手に入れて受かってやろうよ。午前30、午後30近く、そして枠ずれもなし。受かりたいじゃない、圧倒的な力を取って受かってやろう。それを考えて作ったのがこちらの講座になります。1年間ぜひよろしくお願いいたします。まず配布物の方だけお願いいたします。民法の方1分冊目があると思います。あともう一回、もう一つ、毎回こういった紙1枚が出ます。板書というのが出ますので、ぜひこちらも 横に置いておいてください。でこちらの方、まずテキストの特徴の方から説明していきましょう。テキスト何ページも結構です。パラパラめくってみてください。基本的にこのパーフェクトローラー講座は図表を中心にした講座になっているんですが、この民法に関しては条文をメインに置いて条文のところどころのところに図表を入れています。テキストの方ですよ、板書の方じゃなくてテキストの方ね。条文があってそれに関連する図表を置くという形にしています。また図表のところ、ところどころのタイトルのところに暗記というマークがついてないでしょうか。後でも説明しますが、そういったものについては積極的に覚えていく必要があるものになります。またところどころ丸とか×とかついているのがないでしょうか。それもこうは複数の時にこういうことをやってほしいということを言ってきますので、ぜひ注目してください。でこれから内容の方を説明していきますが、できるだけ何か淡い色でも何でも構いません。ペンか何か一つあると嬉しいです。で講義を聞きながら初めて知った、あ、知らなかったよっていう知識があれば、ぜひそこは積極的になんか色かなんかをつけてほしいんです。重要だ重要じゃないじゃなくて、初めて知ったといったところには色をつけてってほしいんです。重要重要じゃなくて、またその話はどういうふうに復習するのかにつながりますので、もしよければお付き合いの方をお願いいたします。はい、では実際の講義の方を始めていきましょうか。実際の講義の方は1ページの方から始めていきます。1ページ第1条から条文載ってますが、まあこの辺りの試験にはほとんど関係ありません。ページめくって2ページ3ページとめくっていきましょう。テキストの方ですからね。ではまず人について、知識の基本知識の確認からいきたいと思います。見ないで答えてください。権利能力はいつ取得しますか。出生っていうのはどういう状況ですか。全部一部どっち。全部出た時ね。じゃあ出生するまでの胎児を言うんだけど、胎児、権利能力、具体的には3つだけある。その3つは何。認知は入ってる。入ってないね。ってことはこっちから認知はできないね。認知を受けることは、胎児中の胎児を認知することは、それはできちゃうよね。下の方の真ん中図表1を見てください。ちょっとでも怪しいところあったらマークをしてみてください。図表1、胎児の権利能力、原則出生時期は胎児か母体が全部露出したとき、刑法では一部ですよ。刑法では一部ですが、民法では全部です。刑法では一部でも出れば攻撃ができるということから一部にしていますが、民法では全部出て初めて人です。当然人になる前については、相続、遺贈、不法行為、この3つだけ権利能力がある。認知についてはない。それが真ん中の注意書きのところ、括弧1括弧2、胎児は認知の訴えは提起できない。また母も胎児を代理し認知の訴えを提起できないってことで、認知は入ってないんで、それはできないんだと。ただ、胎児が認知を受けることはできちゃうということで、これはもう立法的にバランスが取れないとよく言われています。こっちからできないのに受けるのができるのはおかしくないかと、といったバランスが取れないと言われてますが、もうそこは飲み込んじゃってください。じゃあ今度は右のページの方に行っちゃってください。
真ん中に図表があります。年齢と各種の能力と書いてありましてね、一番上、初めはざっくりでいいですよ。出生とあって、その出生からあと権利能力と書いてます。権利を持つ能力、義務を終える能力をやっと持つと。で、その前はどうかっていうと3つだけ、721-886-965、条文が並んでるだけね。で、その後です。生まれてからしばらくして、6から7歳経つと、意思能力というのを持つと。ここでやっと、意思表示を作る、意思表示を形成できる能力を持つ。ちなみに、意思表示を形成する能力、ない人がやった行為はどうなんだっけ？上の条文見ける？3条の2、読んでみて。無効とすると。無効だからね、と。じゃあ図表に戻ろう。今度は11から12歳ぐらいになると責任能力を持つ。やっと不法行為責任が負えるようになります。じゃあその前に不法行為したらどうなんだっけ？その前にやった場合は保護者側が不法行為責任を負いますよね。責任能力がない状態でやった場合は保護者が不法行為責任を負いますよね。じゃあ次です。ここは年齢がはっきり決まっているのが15歳。15歳のところで、縁組能力、そして遺言能力がつくようになる。じゃあ確認ね。15歳になる前は、養子に絶対なれないの？代諾だよね。代諾でできたよね。15になる前は、代諾だったね。じゃあ逆に、遺言はどう？ 15 になる前は打つ手なしだ。遺言の場合は15になる前はこれは打つ手がないんだ。で、これここは年齢しっかりしていて、その前にできるかどうか違いがあるってことね。じゃあ次のバーだけどちょっと注目お願いいたします。このページ一番下の条文です。4条を見てください。満18歳をもって成年とする。年齢、成人年齢が変わっています。成人年齢が今回の改正で変わっています。諸外国を見てだいたい18歳が妥当じゃないかっていうところと、18歳で選挙権を持つというところもあって成人年齢が引き下がりました。一方、引き上がったものもあるんです。引き上がったものもあるんです。またバーを見てもらっていい？バーの下から2段目。バーの下から2段目。行為能力18歳ってあるでしょ？で、その上見て。婚姻能力。婚姻能力が一律18です。一律18です。男女を問いません。男女を問いません。従来女性だけ16っていうのもなんか変だったんですね。で、実際16で結婚してる人が全体の 0.002% しかいないということも考えて、女性については引き上げをしています。これによって未成年が婚姻するという論点がなくなります。未成年が婚姻するっていう論点がなくなります。18で婚姻でしょ。18ってのは成年でしょ。未成年が婚姻するっていう論点が完全に消えることになります。そしてもう一個注意してほしいのが一番下です。20歳、縁組能力、普通養子、これは20歳のままなんです。つまり、ね、いくよ。成人は18なんだけど、養親になれるのは20なの。成人は18だけど、養親になれるのは20なの。もっと言うよ。一般の大人としては18だけど、他人の子供を責任持って養う。他人の子供を責任持って養う。
他人の子供を責任持って養うのは二重なんです。はい。で、とりあえず、このあたりで、青年関係の話を一旦切った上で、ちょっとこれ膨らましてほしい、膨らましたいんだけど、あのね、多分皆さんね、青年未成年は、20でどうしてもね、頭が凝り固まってる。だからね、できるだけテキストとかで、青年未成年とかあったら、年齢を書いておいた方が無難。もうどういうことかっていうと、例えばちょっと一緒に付き合いでもらっていい？ページの方は、4ページ開けてもらっていいかな？この第5条のタイトルに未成年者の法律行為って書いてあるでしょ。未成年者ってあるでしょ。そしたらこの未成年者ってしばらくあったら18歳未満と、18歳未満と。未成年って見つけたら18歳未満と。他にもいっぱいあるんだけど、もう一箇所お付き合いしてもらっていい？11ページの下の方に表があるんだけど、下から2段目に未成年者ってあるでしょ。11ページ下から2つに未成年者ってあるでしょ。その後にも18歳未満とかね。ちょっと飛んで飛んでごめんね。43ページにも未成年者って言葉があるから、43ページにも未成年者って言葉があるから、このあたりもね、18歳未満とね。ちょっとね、今年の受験生は特にこの未成年と来た場合は18歳未満ということを積極的にね、書いておいた方が頭に残りやすいと思いますので、ちょっとそれお手数ですが、どんどん私が言ってないところもね、あったらぜひどんどん書いちゃってください。で、慣れてくれば大丈夫だと思うんですけどね、しばらくの間はちょっとうってなっちゃいますんで、ぜひ書いてください。じゃあこの未成年の論点を少し当たっていきましょう。4ページ5ページお願いします。第5条、未成年の法律行為とありますが、ちょっと条文読む前にお答えください。未成年は法律行為をすることができない。例外的にできるものがいくつかありました。お聞きしましょう。負担付き贈与を受けること。これ単独でできる、できない？なんで？じゃあ、弁済を受けること。できる、できない？できない。でも弁済を受ければお金手に入りますよ。条文読みましょう。5条です。読んでいきますと。未成年が法律行為をするには法定代理の同意なければならない。ただし、単に、この字です。単に権利を得、または義務を免れる行為は、この限りでな、この限りでない。単にって言葉なんです。つまり、ここで言うと、権利を得るだけ、義務がなくなるだけ、権利を得るだけ、義務がなくなるだけってことなんですね。このページ一番下に表がないかな。法定代理の同意を要する法律行為。2と3全部読んでみて。2と3全部読んでみて。権利を得るだけ、義務がなくなるだけってことね。負担を得てしまうから権利を得るだけじゃない。債務を失うから、こちら権利を得るだけでは、失うから権利を得るだけとは限らないと。よろしいでしょうか。条文のところはこの単にってとこね、そこでから引っ掛けてますからね。はい。じゃあ今度は右のページの方行きましょうか。未成年の営業の許可というのがあります。最近ちょこちょこ出てますので、ちょっと根っこからやらせてください。こちら、文具商を営業することについて許可する。で、丸とありまして、ごめん、上の条文読むなせだ。ごめん、条文、ごめん、条文読まして。6条。一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と
同一の行為能力を有する意識で同一の行為能力と言ってます。ここから訴訟能力も認められます。訴訟能力も認められます。行為能力を認める結果、訴訟能力も認められます。その下、趣旨と書いています。で、条文ごとに押さえてほしい趣旨がある場合は入れております。で、この副詞の記も言いますが、条文と趣旨、特に趣旨はしっかり読むようにしてください。読んでいきますと、許可された範囲内で未成年の行為能力を解放し、未成年者の活動と取引安全の保護の調和を図った規定である。活動と横に取引の安全、取引の安全、相手の迷惑なんです。もしこの許可でも同意がいるとなったらどうなるか。いらっしゃいませ。あ、わかりました。あのサバですね。ちょっと待ってください。父さん、サバ売っていいかな。どうサバどうぞ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。しいたけですか。ちょっと待ってください。しいたけダメダメだって。ごめんなさい。はい、いらっしゃいませ。客が迷惑する、客が迷惑する。じゃあ今の趣旨からこれがどう考えて。おい太郎、なんで父ちゃん魚やっていいぞ。ありがとう。でもな、サバはダメだ。サバはダメ。サバとカツオはダメだ。なんで。あれはちょっと難しい。あれはダメだ。分かったよ父ちゃん。いらっしゃいませ。あ、シシャモですか。どうぞ持ってください。はいはい。あ、シシャモですか。はい、お待ちください。サバ、サバ、ちょっと待ってください。サバ、ちょっと、父さん、サバはダメだって。お前がダメだよ。ということで分かったでしょ。この表のところ、下から一番下の段見て。文具商の中から〇〇を売ることのみ許可する。一個の営業の一部の許可。これはダメだよね、と。相手の迷惑がなるから、これはダメだよね、と。よろしいでしょうか。では次ね、表の上から2段目、文具商とタバコ商を営業することを許す。これ条文でありなんだけど、条文どの文言でありだと思う。一種または数種って書いてあるでしょ。数種って書いてあるよね。よろしいでしょうか。ということで、多分これは飲み込まなきゃいけないのが、表の上から3段目の×なんです。一切の営業を許す。営業すべての許可。これはさすがにやりすぎ。これはやりすぎ。まあ、条文からも持ってこれだけなんだけどね。一種または数種というふうに特定を要求してるんであって、特定しない許可はダメだと。特定をしない許可はダメなんだと。よろしいでしょうかね。全部が全部ではないんですが、条文を見ると知識が固まるところも結構あるんです。あ、条文こうなってるからこういう結論なんだなと。こういうふうに条文を見た方が頭に入りやすいとも結構あります。なんでちょっと、ね、詰まったところにね、ぜひ条文を見比べながらやってみてください。はい、じゃあ次は未成年以降の貢献など見ていきましょうか。ちょっとページの方はちょっとめくっちゃいましょう。8ページ、7ページかな、7ページ軽く見た上で8ページの方をお願いします。図表12、補佐人の同意を要する法律行為、いわゆる13条です。
で、ここ最近この13条細かく聞くようになってきてます。で、かといってこの13条内容を頭から読んでも覚えるのは難しいです。なんでお勧めしたいのは、ここの表に具体例って載ってるでしょ。具体例ってあって丸バツで振ってるじゃないですか。で、これやりながら13条を覚えていくってことをお勧めします。で、もしよかったら入れといて。まず全体像として13条全体像ですね。被補佐は管理は OK、処分はダメ。管理は OK、処分はダメ。これ、時効の知識も使うから、意識しといて。時効のところの知識も使うからね。管理はできるけど、処分はできない。じゃあ、どんなものがダメなのかと。13条1項とあります。13条丸1とあるけど、まず丸1読まずに右行っちゃって。具体で見て。利息を受け取る。賃料を受け取る。該当性罰と書いてます。これいいんですよ。利息や賃料ならいいんです。丸1の文言見て。はじめ2文字。元本って言ってね。元本を受け取れば債権がなくなる。元本を受け取れば債権がなくなる。それは処分に当たるんだと。元本を受け取れば債権がなくなる。それは処分なんだと。じゃあ次はね、ちょっと飛ばせよ。丸三番のとこ行って。丸三番の横見て。具体例。抵当権を設定する。土地賃貸の合意解除をする。これは両方ともダメなんです。これは同意がいる内容になります。左の4番読むと、不動産、その他重要財産に関する権利の特措を目的する行為をすること。売買に限定してない。売買に限定してない。ちなみに不動産に限定してる。この事例は不動産だけど、不動産に限定してないよね。その他重要な財産って言葉入ってるからね。じゃあ次丸四番。これ具体でいくよ。相手方が提起した訴えについて訴訟行為をする場合、応訴でね、訴訟行為をする、応訴って書いてますけどね、結局向こうから来たのを受けるですよね。訴訟行為を受けるですよね。受けるは該当しないなんです。受けるは該当しないなんです。左の文言どこに引っ掛けてると思う？訴訟行為をするとなってるね。訴訟行為をするとなってるよね。することは同意がいる。受けるはいらない。受けるはいらないと。ってなると5番も同じような話なんですよ。丸5番の具体例が×になってる。贈与を受けること、もらう方ね。贈与を受けること、もらうこと。これ処分でも何でもないよね。もらうってのは処分でも何でもないよね。何が処分か。丸5番。贈与、和解、仲裁合意をすること。することが処分だよね。じゃあ次6番。具体例。法定単純承認、もしくは限定承認、両方とも丸になってます。まあ、これはそんな条文通りかな。相続の承認、放棄、遺産分割をすることとなってますが、実はこれ、体系的に言うと例外です。親族相続の世界については、同意なしで物事できるはずです。親族相続の世界は、
ほとんどが同意なしでできたはずなんです。親族相続の世界ですが、例外的に同意がいるケースです。よろしいでしょうかね。ね、7と8は括弧にしちゃっても構わないぐらい、かなり細かい内容です。7と8は括弧にしちゃって構わないぐらいです。ここは無理しないでやってください。1個飛ばしてますね。丸に左から追っかけましょう。借財または保証をすること、金銭を借りたり他人の債務を保証する、特にこの借財で引っ掛けてください。借財で引っ掛けてください。右の2つ丸になってるんです。これ払わなくていいものを払う羽目になるんですよ。払わなくていいものを払う羽目になるんです。だからこれも借り入れ扱いです。これも借り入れ扱いになります。いけたでしょうかね。じゃあ今度は右のページの一番上の9番、管理は OK 処分はダメ、管理は OK 処分はダメ、放置するよりも誰かに使わせた方が価値は維持できます。放置するより誰かに使わせた方が価値は維持できます。でも貸すといっても40年貸す、50年貸すなんて言ったら、あげると変わんない。短い期間なら OK です。さあ、それ短い期間って何年か言える？15、3、6ですね。15、3、6。まあ受験生の時は私東郷三郎と、なんかね、どっかの軍人にいそうな名前ね、で覚えてましたけどね、東郷三郎とかいう形で覚えてましたが、これ年数も最近確か不等号かなで聞かれてますので、ぜひ年数危ない方覚えてくださいね。15、3、6ね。そしてこちら最近の改正部分が丸10番の突っ込んだ部分です。この丸10が民法改正で新しくついたところになります。下の方に絵がありますので、それを使っていきましょう。本人 B、 親権者 A で、この親権者 A が被補佐です。で、この A が右側、第三者のために、第三者のね、 B のための代理行為をする、 B のための代理行為をする。この A は自分のことですら同意がいるんです。自分のことをやるのにも同意がいるんです。人様のために、人様っていうかね、 B のために動くときだってそりゃ同意いるでしょと。自分のための行為だって同意がいるんだったら、人のために動く場合だってそりゃ同意がいるよね。 A の下に C がいます。補佐人からの同意がいりますよねと。自分のためだけじゃなくて人のために動くときも同意がいると。あとでまたわーわー言いますが、一応、まあ、上の丸十読んでいきますとね、上記1から9の行為を制限能力者、未成年、成年非後見人、非補佐人、17条1項の審判を受けた者の法廷代理人としてすること、法廷代理人としてすることと。これ任意代理だと話は違ってきますからね。任意代理だったら取り消しができないと、任意代理だったら取り消しができないという別の論点になりますからね。はい、じゃあこれぐらいで13条の解釈はこれぐらいにしましょう。ちょっとじゃあページめくりまして、今度は10ページの方までいきましょうか。
ちょっとこれ私も読み上げますが、皆さんも条文をいろいろ読んでいってください。いきますよ。19条1項です。後見開始の審判をする場合において、本人が被補佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所はその本人にかかる補佐開始または補助開始の審判を取り消さなければならない。取り消さなければならない。趣旨をお読みください。11条短縮書き、15条1項短縮書きともに、本条は成年後見補佐補助の制度が停職重複しないよう、重複しないように配慮したものである。さすがに重複はまずいんですよ。後見かつ補佐かつ補助ってのはダメなんですよね。で、それを意図した条文が他にもあるんです。11条短縮書きと15条1項短縮書き確認して。11条1項短縮書き、15条1項短縮書き。11条は7ページかな。ただし7条に規定する原因があるものについてはこの限りでない。この7条っていうのが非貢献です。15条の短縮書きの方には、ただし7条または11条本文に規定する原因があるものについてはこの限りでないと、っていうように重複しないように、重複しないように規定が置いてあります。まあぶっちゃけ別にこの条文を知ってるかどうかというよりも、重複しちゃいけないってことが分かれば現場でこれひねり出せると思います。でも条文を追っかけた方が重複しちゃいけないって条文があるんだなってことは意識できますので、ちょっと面倒ではありますが、こちら見てもらいました。はい、ということで以上でこちらの方、基本論点、もうちょっとかな、基本論点もう一個やって終わりにしましょう。13ページに表がありますので見てください。後見、補佐、補助の比較となっています。まあ、この比較は独創だと思いますが、それでもあえてやらせてください。冒頭に、開始の審判とあって、審判の後に、請求権者と書いています。ちょっとこちらですが、申し訳ない。板書の方を出してほしいんですが、こちらの2ページ。よいしょ。2ページの上の方に民法の傾向変化っていうのがあると思います。またこれ後に説明はしますが、ここ番号で言うと4番を見てください。ここ何年か誰が申し立てをしますかっていう話を結構聞いてきてるんですよ。で、誰が申し立てをするかっていうのは意識してみてほしいんです。で、ここに関しては全部やってほしいんだけど、それ以外については基本検察官ができるか、検察官ができるかは意識してみてやって。検察官というのは公益の代表です。検察官というのは公益の代表です。この公益の代表ができるかっていう観点はぜひ見てほしい。まあ、そこからざっくり言っていいかな。街中を歩いてるおじいさんがいる。話を聞いてみた。バッグがあると。お金を持ってるんだけどお名前聞いてもわからないと。で、バッグの中見たら300万もあると。もうこのおじいさん一人では全く生活ができない。施設に入れるべきです。で、施設に入れるべきだけどこの本人全くもって契約なんかできない。後見補佐補助にすべきです。お名前なんですか？わからない。これって検察官が動くべきかどうかです。見てやって、請求権者一番下。これは公益の代表が積極的にやっていいもんですよね。今の話は、ね、実際にあった物語、新聞記事になった話をモチーフに言いました。あるおじいさんがね、本当にカバンの中に300万、400万入れた状態で見つかったんですよ。で、本人全然名前かんなんですよ。で、おそらくね、親族の方が名前とか全部ね、剥がして、言っちゃ悪いんだけど、山に捨てたらしいんですね。ということで、検察官がこれ入るだ、よろしいでしょうか。で、他でもやってきますが、まずは検察官が入るかどうかは絶対だと思ってください。
じゃあそれ以外のところ読んでいきましょう。よいしょ。じゃあまず画面の方を使っていきますと、ここね、実はね、一個一個覚える必要ないんですよ。よいしょ。こう3つに分けるとほぼ同じこと言ってるんです。だから一個一個がっちり覚える必要はないよ。あのね、一番初めの3つかな、3人だけ絶対覚えてる。この3人は絶対覚えてる。1段目、2段目、3段目であるでしょ。この1段目の3人は積極的に覚えてる。でいくよ。誰が後見補佐補助の審判を申し立てができるか。まずは本人自身ができます。本人自身ができます。なんだ、多分これ後見とか言った場合ね、多分本人裁判所行くの多分無理だよ。自理弁識能力ないんですよ。本人が行くことはできるけど現実無理だったらどうするかっていうと、次横見て奥さんに行ってもらう。でもおそらく奥さんも高齢ですってなると、次の段、身内に行ってもらう。身内に行ってもらう。この身内の範囲結構広いんだよ。四親等の親族と、おそらくこの試験でこの基準のものは多分ないと思います。四親等の親族と、で細かいんだけどね、これ親族だからね、血族と姻族入るからね、姻族入るからね、姻族が入るからね。はい、じゃあ次の段に行こうか。補佐の方で説明しよう。全部同じなんだけどね。補佐の請求権者、後見監督人、補助監督人とあるでしょ。これっていうのは、今後見だった人が補佐に切り替える場合、非後見だったのが補佐に切り替える場合、今補助の人が補佐に切り替える場合を想定してます。今非後見の方が補佐に切り替わる場合は、後見人や後見監督人ができる。今補助人の方が非補佐になる場合は、補助人、補助監督人がやっていいと。よろしいでしょうかね。ということで、まずこの請求権者、ちょっと細かいところでありますが、本試験でもよく出てますので、請求権者言えるようにしておいてください。だからくどいけど、2段目については、まあ今言った趣旨が分かれば一言一句言える必要はないからね。今言った趣旨が分かれば一言一句言える必要はないからね。ではまたちょっと読書のところを少し説明させてください。本人の同意がいるか、ちょっと画面の方を使っていきましょうか。補助って何するにしても本人の OK がないとできません。補助は何するにしても本人の OK がないとできません。かなり能力が高いので、本人の意思を尊重するために、何するにしても本人の OK がいると。一方ね、後見は、この本人の同意のところ、もう不必要となってとかないんですよね。後見って状況何？状況は自理弁識能力がないんですよ。
同意取るのも難しいよ、これ。同意取るのも難しいよ。じゃあ、補佐はどうかっていうと、補佐はいらない場合といる場合があると。ちょっと図表を探してみて。補佐で同意がいるケース探してみて。代理権付与、代理権付与、ここがいるんですね。自分以外に人が動きますよ、それでもいいですかと。あなた以外に別人が動きますけどいいですかと。ということで、全くいらない、ま、完全にいる、いる場合といらない場合があると。いう感じで、同意のいる、いらない、比較で覚えていってください。以上で、行為能力関係についてはこれぐらいといたしましょう。ちょっと待とうかな。じゃあ、ページは14ページからですが、第5節、不在者の財産の管理及び失踪の宣告とあります。で、ここちょっと注目してほしいのは、これ最近は失踪宣告ってあんまり出ません。で、不在者が多く出るんですが、この不在者、条文を細かく聞いていくんですよ。なんでここね、条文しっかり取っておきましょう。っていうのもね、ちょっと一つ理由があってね、あのね、司法書士の代理権の一つで、財産管理権っていうのが代理権として、あの権限として今広く認められています。で、そのせいか、人の財産を管理するところって多く出るんですよ。この財産管理もそうだし、貢献とか。だからここ、条文ちょっと細かいと思うかもしれませんが、ちゃんとやりましょう。で、ちょっとまずね、大前提の知識を説明させてください。ページはいくつだっけな ?16 か。16ページに表があって、一番上の段だけまず横にざっくり読んでくんない？あのね、不在者になるっていうパターンには、不在者になるってパターンには、管理人を誰も置かずにどっか行っちゃったってパターンと、ちょっと俺どっか行けど頼むなって言って、誰かに頼んだ後に不在者になるっていうパターンがあるんです。頼んでないままどっかに行っちゃうってパターンと、誰かに頼んだ状態でどっかに行っちゃったってパターンなんです。国が関与しなくていいのはどっち？頼んでどっか行ったんであれば、国は別に関与しなくていいですよね。よし。じゃあまずその発想ちゃんと持っといてね。二つあって、誰かに頼んでどっかに行ったんであれば、別に国は積極的に関与しなくたっていいよね、と。よし。じゃあ条文読んでみよう。14ページのところです。14ページ。25条1項、これ読んでいきますが、これ25条1項はね、あのね、選ばないでどっかに行っちゃった場合と、選んでどっかに行っちゃった場合、両方入ってます。読んでみて。本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も同様とする。管理人の権限って言ってるでしょ。これ、選んでいた管理人ってニュアンスなんですよ。
選んでいた管理人の権限がなくなったと、選んでいた管理の権限がなくなったということを想定して書いてます。よろしいでしょうかね。ちょっとこれ注釈読んでからもう一回条文読もうか。下の方に主旨があって、その他があって、その他の1個目のポチ、不在者とは従来の住所または居所を去ったものを言い、生死が不明であることは要件になってない。もう1個、不在者の制度は失踪宣告の段階で本人が生存していることを推測して財産制度残留財産を管理し本人の帰りを待ってもんだから、失踪宣告のような時間的な制限はない。これ、条文読み取ってみて。条文に、生死不明だとか、何年間とか書いてあるかってことなんです。条文に、生死不明だとか、何年間だとか書いてあるかってことなんです。これね、条文読んでる人は、これ、覚える過去問じゃないんですよ。条文読んでる人は覚える過去問じゃないんです。条文読んでない人はこれを覚えるんだよ無駄って言うんだよね、それ。それ無駄っていうの。実は条文読んでるだけで覚えなくていい知識って結構多く出てくるんですよ。なんでぜひね、これ下の方に、その他とかね、注釈とかあった場合に、条文で引っかかりそうだったら、ぜひ条文見て比べてみてほしいんですね。よし。じゃあ次ね。ちょっとこれは難易度が少し上がると、その下に28年4の3という過去問があります。読んでいきますと、家庭裁判所が管理人を選任した後、不在者が従来の住所において自ら管理人を置いたときは、家庭裁判所が選任した管理人はその権限を失う。条文4枚にもう一回言いますね。いくよ。まず状況は、誰も選ばないでどっかに行っちゃいました。で、管理人が選ばれました。不在者財産管理人が選ばれました。その後ね、本人が管理する人を選んだんです。本人が管理する人を決めたんです。さあ、これどっちが優先すべき？国が勝手に選んだ管理人と本人が選んだ管理人はどっちが優先すべきかって言ったら、後者ですよね。本人の意思があるなら後者ですよね。ですが、これ失うって字が罰なんです。なんで罰か、上の条文2項を読んでみて。命令を取り消さなければならない、命令を取り消さなければならない、自動的に権限がなくなるではないんです。自動的に権限がなくなるではないんです。どうもこれっていうのはね、自動的になくなるとするよりも、取り消すって言った方が、いつからいつまでが誰の権限で、いつからいつまでが後任の権限なのかと、いつからいつまでが前任の権限で、いつからが後任の権限なのか、それが明確になると。権限の日にち、権限の日にちを明確にするため、取り消しというのを要求しています。じゃあ次の条文いきましょう。次は26条です。で、26条は
すでに管理人を選んでる前提です。すでに管理人を選んでる前提の条文です。まず一回読んでみて。この解任っていう字は、小刀法で書く解任とは若干字が違いますね。改めて任ずるって書いてますね。改めて任ずる。首じゃなくて、改めて任ずるになってるね。で、ちょっとこれ趣旨読んでみようか。次のページかな、一番上。不在者が生死不明になった場合、管理に対して不在者が監督し得ず、管理が執刀になる可能性があるためである。趣旨そこです。監督し得ずってとこです。監督し得ず。プルプル。はい、根元です。やってます。ちゃんとやってます。信用してください。うぜえな、畜生。プルプル。やってます。ちゃんと昨日預金通帳やってきました。はい。プル、またか、畜生。一週間後。最近電話ねえな。まあ、一回ぐらい。今日もねえな。連絡ないと、だん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 、やっちゃいます。ってことで、ちょっと条文見て。要件何？要件なんて書いてある？どういう時に解任って言ってる？要件意識ない方、線引っ張ってもいいかもしれないよ。生死が明らかでない。これが要件だね。生死が明らかでない。よし。じゃあ、これで右上に載っている、右のページの一番上に載っている22年の4の絵の過去問、やってみて。生存が明らかであっても、明らかなら大丈夫じゃんと。明らかであればちゃんと連絡するでしょと。これなら別にいいよねと。はい。といったところで、ちょっと1時間ぐらい来ました。ちょっと軽い休憩をしましょうか。1時間20分、25分で大きな休憩10分取りますが、1時間ごとに軽い休憩を取りたいと思います。この軽い休憩を取ってほしいときに、手首を回すなり、首を回すなり、なんかいろんなことやってみてください。肩を回すなり、いろんなことやってください。軽い休憩をして、ちょっとほぐしてください。やっぱね、1時間20分ってね、きついんですよ。話してる方じゃないよ。聞いてる方がだよ。やっぱり普段も久しぶりに多分勉強再開だと思うんですよね。でそれでさすがにこういきなりわーってなればわーってなると思うんですよ。なのでまあちょっと初めのうちはね、まあ勉強再開するのは結構きついと思うんで、まあそれやってのは私も分かりながらやってますので、1時間ごとに軽く休憩入れますので、うまいね休憩の仕方をいろいろ考えてみてください。よし、じゃあ続けましょうか。じゃあ今度はテキストの方だと15ページの27条です。27条なんですが、ちょっとこれ条文ちょっと軽く一回見ますね。全2条の規定により、家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。まあ、出すってイメージね。支弁、出すってイメージね。支えると。出すってイメージね。で、ここなんだけど、1行目に、財産の目録。財産の目録って書いてあるでしょ。財産の一覧表です。財産の一覧表と思ってください。どこにどういう財産があるかの一覧表です。よろしいでしょうかね。この財産の一覧表を作るという話なんだけど、これ今から条文を読むんだけど、想像でお願いします。裁判所が選んだ管理人と不在者が選んだ管理人、目録を作る義務、義務か任意かが違います。目録を作る義務があるかが違います。1項2項を読み比べて、
降は家庭裁判所が選任したって言ってるね。で、こちらの方は、作成しなければならない。作成しなければならないだね。で、2項は2行目に、不在者が置いた管理人にも、不在者が置いた管理人にもと言っていて、後ろが、命ずることができる。命ずることができるなんです。やはりこれは国が選んだのか本人が選んだかによって国の関与はやっぱり違ってきます。はい、じゃあそれぐらいにしましょうか。じゃあ最後ちょっと細かい条文もう一個いかしてください。ページめくりまして29条1項、家庭裁判所は管理人に財産の管理及び返還について相当担保を立てさせることができる。こんな自由じゃありません。下の注釈見てください。まあ金積んどけと、横領するやつもいるんですよ。管理人が横領する恐れがあるんで、まあ、ある意味人質を出しとけと、管理人に人質を要求するんです。で、実はね、やりたいのは2項なんですよ。で、やりたいのは2項で何かっていうとね、報酬がもらえるってやつなんですよ。報酬。でね、ちょっと今から言うから、条文しっかり読んで。報酬がマストか任意か。でもっと言うよ。金持ちの管理人と貧乏の方の管理人。もう読めるはず、読んでごらん、2項。そして下の注釈のところ書いておきました。常に報酬が与えられるわけではないと。これは与えることができるであって義務じゃないってことなのね。少しだけ泣き言を言わせてください。あのパーフェクトルーラーだろ、あれ細かいことばっかりなんだよな、出ないことばっかり、くそーって思うんです。俺は出るところの周辺を攻めてるんです。出るところの周辺を攻めてるんですよ。出るところでしかも分かりづらいところのその周辺を攻めてるのに、なんか出ないところマニアックな講座とか言われてクラーッっていう、たまに怒るときあります。まあ親で自分だけで、ね、自分だけで。で、こんな感じで結構ね、私細かいことをやってると思うかもしれませんが、やっぱりね、これ出てるところはやっぱちゃんとやります。で、出てるところでも自分でやりにくいところで、そのやりにくいところとその周辺をやるということを、民法では特にメインに置いてきます。なので、ちょっとそのあたりね、細かいなって思うかもしれませんが、ぜひ付き合ってください。で、このページ下には失踪宣告がありますが、すいません、これはお任せします。これ全然細かい論点が全くないので、ここはできると思いますね。お任せします。すいません。で、ところどころ、どうしようか、19ページとかちょっと開けてもらっていい？19ページの方に、ハイレベルって書いてあって、ちょっと薄いんだけど点線くくってるの分かりますかね。で、このハイレベルについては復習の時にぜひまず飛ばしてください。ハイレベルのところはね、まず復習で一回飛ばしてください。あとでまたね、後半の方で説明をしますけどね、飛ばしてやってください。で、2巡目3巡目行った時にね、例えばこの中身が最高裁の近年の判例、最高裁の近年の判例とかだったら、ちょっと積極的に読んでみるといいと思う。最高裁の近年の判例だったら積極的に読んでいいと思う。で、これがもしね、ちょっと古い判例だとか、それとかね、通説の見解だったら、もう本当に後回しの後回しだし、読まなくてもそこまで支障はないと思います。通説とかね、古い判例だった場合は、読まなくても支障は特にないと思います。というのが、まずこの試験って通説ってほとんど出ないんですよ。っていうのは、これ通説で下手に出してしまって、後からね、いや、それは通説喧嘩じゃないですよって突っ込まれたら終わりなんですよ。逆に判例は絶対判例だから、裏は絶対取れるんです。だからそれもあって通説出しづらいんですよ。なんでこのあたりはね、ぜひどのあたりを読むかは、置かれてる環境とか何回回してるかとか、ぜひそのあたりで決めてみてください。
じゃあこれぐらいにいたしまして、ページの方は20ページ、21ページ。意外なんですが、出てないのは同時死亡の推定なんです。要件言える、どういう時に同時と推定されるの？読んでみて、条文。なお生存したことが明らかでない、なお生存したことが明らかでない、生存が明らかでないと。そして細かいんだけど、ここも意識して、末尾の4文字、推定するです。日光ジャンボ機墜落事故だったと思います。死んだ後に一応ね、処理をした後に相続とはでも全部終わった後にね、確かお子さんかなんかをね、手記が見つかったんですよね。手記が見つかって、お父さんが死んでしまったと、僕ももうあとは短いと、といった手記が後で見つかったんです。見なすと推定の違いは、今回は推定ですからひっくり返すことができるわけね。ちょっとまた板書の方を見てもらっていいでしょうか。板書の2ページのこの民法の傾向変化丸5番、予備校の問題ではあったんですよ。丸々とみなす、ブー推定です、クラッてっていうのがあるんですけど、いよいよ本試験もやってきました。みなすと推定の引っ掛け、いよいよ本試験もやってきたんです。なんで、みなす推定の一覧表とかを作る必要はないんだけど、条文読んでるときにね、みなすとか推定があったらちょっと意識するようにして。特に推定は特に意識して。推定っていうのはひっくり返すこともできるってのもあるし、訴訟で立証責任の転換、訴訟で立証責任の転換、向こうに証明責任を押し付ける、相手に証明責任を押し付けるっていう強い力があるから、特に推定は意識して。はい、まあこれはこのぐらいにしておきましょう。右のページの方ですが、今度は第3章、法人となってます。実はこれ、法人の一般条文が民法にあるんです。いろんな法人があります。社団法人、財団法人、宗教法人、会社、いろんな法人の共通条文が21ページから22ページに載っています。で、さすがにこれ読まなくていいです。ちょっとごめんね、また言ったりして申し訳ない。板書の4ページ一番下見てほしいんですが、これまたね、復順の話で言うんだけど、復順の時また言いますけどね、条文を全部読んでくださいとは言うんだけど、さすがにこれ見なくていいよと、さすがに見なくていいよっていうのはね、一個一個言うとさすがに皆さんもめんどくさいと思いますので、末尾にまとめておきます。なんで復習の時に、ね、例えば、生クラスの方であれば、今日の帰りかなんかね、こう載ってる条文はね、ピッピッと引いちゃって、いや、これはもうやんなくていいと、っていうふうに、ね、ちょっとマークだけしちゃって、それ以外を読むようにしてください。4ページの一番下のところになって、なんていうかね。で、毎回、末尾の方に載せるつもりです。で、1個だけ読ませてください。読まなくて言ったんだけど、1個だけ。34条。法人は法令の規定に従い、定款相当基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。という言葉です。趣旨。法人は一定目的のために組織され、活動するものである。そこで、法人の、権利能力の範囲は、その目的によって制限されることでした。本条は全ての法人に適用される。調べてもらっていい？皆さんが持っている商業登記のテキスト、目的を書かない法人があるか、
定款に目的を書かない法人があるか。あると思います。そういう法人は権利能力ないんです。黙ってろということで、こちらこれほとんどもう法人であれば目的がまず記載されるってことで、これ知ってると定款記載事項とか登記事項で目的があるってことを覚えるのはバカらしいって分かります。目的は権利能力の範囲なんだから絶対あるに決まってるよねと、そこに繋がってくるんですよ。というので法人のところはまあそれぐらいにしておきましょうか。ページの方は23ページ続けさせてください。で、権利能力なき社団財団ってところなんですが、これは民法は16年以降出ていません。民法は16年以降出ておりません。なのでここについては学習を積極的にするかどうかお任せします。ただ一個だけ、この下に表があるじゃないですか、図表24という表があるじゃない、ありますよね。その一番下の段だけやらせてください。民事訴訟です。ここは訴訟法で出てます。これは訴訟法で出てますので、ここは見といてほしいんです。一般論、権利能力なき社団は民事訴訟の当事者能力を有するが、社団自身に帰属していない権利関係については当事者適格が否定される。当事者適格が否定される。でね、これ民事訴訟の知識をやるとキリがないんで、今ざっくり言うと丸と×があると。権能なき社団原告となれるかといったら、なれる場合となれない場合がある。一般論ではなれるけど訴訟によってはなれないよと。一般論ではなれるけど訴訟によってはなれないよと。特に3行目、社団自身に帰属しえない、社団自身に帰属しえない。ちょっとここのところね、あの右の文章とか下にも絵があるんだけど、あ、文章あるんだけど、先にざっくりちょっと絵で説明させてください。板書の2ページ戻りまして真ん中下あたり、板書2ページ戻りまして真ん中下あたり、一番下かな、一番下の方見てやってください。よいしょ、ちょっと画面の方に出しますね。権能なき社団があって代表者がいまして、この団体が不動産を買ったようなんです。で、不動産を買ったようなんですが登記をしてくれません。次の絵、ふっとい矢印が訴訟しているイメージね。ふっとい矢印が訴訟しているイメージね。権能なき社団から売り主、矢印、×、団体名義に移転しろ。こんな訴訟はできない。なぜ？だって団体名義にできないもん。団体名義にできないもん。一方、代表者から矢印見て。自分名義に移転せよ。これも丸だね。代表者名義に登記するんだから。代表者名義に登記するんだから代表者に登記しろは丸だね。じゃあ読み飛ばすとこなんだけどね、団体から矢印2行目、団体が代表者名義に移転しろと、団体が原告となって代表者名義に登記しろと、これは問題ないよね。この3つの結論が使い分けられるように、
だから原告となれるかなれないかって言ったらもう一律言えません。内容しないです。内容しないなんですよ。このあたりいけたという方はね、あのレジュメの方の具体的問題点やでところの長い文章および下の方の括弧中比較括弧中比較ってあって次のページにまたいじゃってるんだけどね、括弧中比較と次のページにまたいで28年の民訴の過去問になるところまで読んでみてください。はい、よろしいでしょうか。内容次第だからね、どんな内容なのかそれで変わってくるからね。ではこれぐらいに次は25ページ物の話に行きましょう。25ページ物のところですが、こちら85条この法律において物は有体物を言う。86条1項、土地及び定着物は不動産という。2項、不動産以外の物は全て動産という。土基礎です、確認聞かせてください。いつから建物だっけ。注釈の1行目見てください。土基礎論点を確認させてください。こちらを見てやってください。建物を作り始めました。で まだ始めの時代は動産の集合体です。動産の集合体だから抵当権の設定はできません。よろしいでしょうか。屋根壁ができました。ここが屋根壁できたんですよね。屋根壁ができて、ここに表題部の建築年月日の日付はここです。もう一回ね、作り始める、屋根壁ができる、建築年月日がここね。土基礎論点、表示の建築年月日より前の日付で抵当権設定ができる、丸ってありますよね。あれっていうのは屋根壁ができているけど、建築年月日より前、ここであれば別に建物なんだから抵当権設定できるよねという論点です。ってことで、この日の後だったら抵当設定ができるってことね。建築年月日で決まるわけじゃないからね。屋根壁ができてから建物であって、建築年月日で決まるわけじゃないからね。はい、じゃあこれぐらいにしましょうか。で下の方に図表27、動産不動産の違いで、これ暗記と載ってるんですが、多分これね、一回し二回しちょっと、ね、民法知識がある程度固ま、何週かしないと結構きついと思う。これなんで、これは2週目3週目以降に回しても構いません。ちょっといろんな角度で攻めてますので、多分ちょっと調べるのが大変かもしれません。ここあとごめん、ちょっとね、ちょっとバッテンしてほしいこと言った。左側のページの方にハイレベルって字がないかな。左のページハイレベルだって、団体の比較暗記と書いてあるの。ごめんなさい、この暗記のマーク消しちゃってください。ここは暗記のマーク消しちゃってください。ハイレベルの暗記とおかしいよ。すいませんでした。じゃあページは26、27、ちょっと細かいんですがお付き合いください。27ページの真ん中、天然果実の収益権者とあります。下を見ないで行ってみて。使用収益権がある権利、はい、これ左側の習得権者って載ってるのはそこになります。多分ね、これ1がいきなり引っかかると思います。全員の占有者と、そっから始めるかと。
多分引っかかるのはこの善意の占有者とか9番かな、受意者とかかな。ちょっとこれ今回紹介しませんが、受意者のところぜひ2分冊目に条文がありますので、2分冊目の条文も確認してください。一方、右をちょっと意識してほしいの。収益権がないもの、ないもの。丸一、知益権者です。これは通れるだけ、見れるだけです。果実が取れる権限なんてありません。で、丸に抵当権者です。抵当権者は非占有担保物件です。占有に口出しはできない、占有に口出しができない権利です。占有に口出しができない権利です。ただあることがあれば話は別です。あることがあれば果実にも力は及ぼせます。中の2を確認してください。不履行があった後、債務不履行があったのであれば、これは問題なくいけますからね。まあ手続きは踏みますけどね。よし。じゃあ戻りまして、今度は収益権のないものくくっちゃっていいよ。3、4、5、受任者、委任契約の受けた方ね。受任者、委任契約で受けた方。受給者、帰宅契約で預かっている方。受給者、帰宅契約で預かっている方。5、事務管理、勝手にやってる人。勝手にやってる人。まあ多分ね、5は想像つくと思うんですよ。勝手にやってるね、勝手にやって果実を持っていくと、お前どういう将軍だと。だから3と4を意識した方がいいかもしれない。預かってるだけ、預かってるだけ、果実が生まれても取れないよと。預かってるだけ、果実が出ても取れないよと。預かってるだけ、果実が出ても取れないよと。よろしい。ん？ちょっと待って、預かってる権利で果実って何かなかったっけ？留置権。下の表いける？図表30。その他の果実収取権。留置権、動産質権。目的物を使用収益できるわけではない。ただし、債権の弁済に従うために果実を収取することができる。これね、気をつけて、果実取ることできるけど、これ弁済になっちゃうからね。果実取ることできるけど、債権額減っちゃうからね。果実取ることできるけど、債権額が減っちゃうからね。で、その下2つはハイレベルにしようかどうか悩んだところぐらいです。買い戻しの買い主、被人権者、ここはあまり無理しないでください。ここは結構マニアックになりますので、そこの2つは無理しないでください。なんでこれ復習の時は別にこれについてはね、上の収取権者、特に右側を意識してみるっていうのと、留置権者と比較ということをちゃんとやるようにしてください。じゃあページは28ページ。ここまで行ってやめましょうか、一旦。法律行為と書いてあります。そこに図表、真ん中に図表があって、法律行為の分類。聞き流すぐらいでいいよ。単独行為、矢印、意思表示のつもりです。一方的。契約、ぶつかる、
申し込み承諾がぶつかるってイメージ。合同行為、みんなで一方方向、みんなで同じ方向を向かって法律行為をする。みんなで同じ方向を向かって法律行為をする。横見てください。設立で分かればいいです。設立。で、今回この単独行為だけ少し分類をしていきます。下の方に図表32、単独行為の分類。左、相手方のある単独行為、受領を要するもの。右、相手のない単独行為、受領を要しないもの。基本は左です。受領を要するです。この前訴えたですけど、取り消します。なる、取り消しになるの、これ。なんないのね。なんでかっていうと、バカらしいじゃなくて、伝わってないから。伝わってないから、これは法律行為になんないわけ。基本単独行為は一方的でいいけど、伝わって効力があるが左ね。伝わって効力があるのが基本なのね。伝わって効力があるのが基本なのね。伝わって効力があるが左、基本なのね。で、できれば右覚えて、右は覚えて。2はね、どっちでもいい。1と4、1と4は意識して覚えて。1と4は意識して覚えて。何かっていうとね、ざっくりいくよ。遺言書を書きました、遺言書を書きました、死にました、遺言書を書きました、死にました。ここで単独行為が成立する。一方的しか出来上がる。書きました、死にました、知りました。いつ所有権移転、知った時じゃないよね。死んだ時だよね。死んだ時だよね。こちら受領を要しない、これ原因日付に影響するんですよ。原因日付に影響するんです。はい。で、もう一つ押さえてほしいのが、原因日付に影響するのが丸一番、所有権の放棄です。これ不動産登記25年21足の5、共有持ち分放棄出てます。共有持ち分放棄、共有持ち分放棄の原因日付で問われてます。で、今から所有権の放棄をやりますので見ててください。今から所有権の放棄やりますので見ててください。相手方があるかないかってことですよね。見ててくれ。今から俺はゴミを捨てようと思う。見ててくれ。行くぞ。よし。見たかな。見た。やった。捨てられた。バカかと。所有権の放棄に誰か相手がいるのかと。所有権の放棄、相手がいないなんです。実はこれ延長、この延長線が共有持ち分放棄も同じなんですよ。共有持ち分放棄も同じ扱いなんです。っていうのは、持ち分権っていうのは実は所有権、所有権の縮小版なんです。共有持ち分っていうのは所有権の縮小版なんです。多分この知識内で見ちゃうと、これね、共有持ち分を放棄する、誰か他の共有者に伝わる。で、他の共有者に伝わって効力が出るって思っちゃうの。所有権の放棄だから、放棄した日に効力が出るんだからね。伝わってじゃなくて、放棄した日に効力が出るんだからね。ありがとうございます。
ということで、前半は一旦ここで言ったので聞きましょうか。で、後半あたりから普通のメジャー論点の話が続くと思います。ちょっとね、前半の最後の方はかなり細かい論点がついたと思いますが、後半のあたりからは、94条虚偽表示だとかメジャー論点を説明していこうと思います。一旦休憩やりましょう。10分の休憩に入ってください。はい、それでは後半の方に行きたいと思います。でこちらまず後半の講義ですが、まず復習の仕方などについて説明をしておこうと思います。板書の方2ページの方を出してください。真ん中あたりです。復習丸1、進んだページまで全て読む、条文趣旨を読んでいく。でプラス2ページごと新しく知った情報を振り返る、かなりお勧めします。振り返る何かっていうと、見開きの2ページあるでしょ。でこの2ページが終わって次の2ページに行く前に、一瞬待つの。一瞬待って、この2ページで新しく覚えたこと、新しく知ったことを頭で復唱するんです。見ないで、見ないで、あこのページで、あそうかそうか、こちら、所有権の放棄は相手方がない、だから、放棄した時に原因日付になるんだよなと。こんな感じでこう2ページ内で覚えたことをもう一回頭に繰り返すんです。言ってしまえばこれアウトプットです。これでね、もしご自宅でやってるんだったら、もう口に出して言えるが一番いい、口に出して言えるのが一番いい。あの自習室でやると嫌われるからやめてください。家でやってる場合ね、口に出してね、もうぶつくさぶつくさ言ってみると。で言えるっていうのは理解しないと言えないんですよ。言うのはすごいお勧めします。で米の1、読まなくていい条文の指摘あり、毎回板書の一番最後に入れておきます。米の2、ハイレベルは後回しでいい。丸2、1の作業中に暗記のマークがついている図表の暗記作業、丸バツがついている図表につき確認作業をする。どういうものかといいますと、例えばよいしょ、17ページの図表、図表タイトルの横に暗記というマークがついているものがあります。図表の中には暗記というマークがついている表とついていないものがあります。でついているもの、ついているものがあったら、これ復習の時に一回読んで隠して宣言してほしいんです。隠して宣言してほしいんです。隠して宣言する、これが暗記作業です。別に一言一句同じ必要は全くないからね、一文字一文字同じ必要は全くないからね、この内容がざっくり言えればいいんですよ。これ表の中には暗記というマークがついているものもあれば、ついていないものもあります。ついていないものは読んで終わりでいいんです。ついているものに関しては隠して宣言する作業をやってください。でこれをやるかやらないかが大きな分かれ目だと思ってください。あんまりこういうことを言うと嫌われるんで言いますとね、僕はそういう暗記というよりも法的思考力で戦いたいんです。考えてそこで戦いたいんです。あんな法的思考力っていうのはブレるんだよ。でブレてしかも時間かかるんだよ。暗記というのはブレない、しかも瞬時に出る。一応聞くんだけど、普通指数と特別指数を趣旨から理解して、死んだ時期って覚えた？まあそうかもしれないけど、今そこまでそう趣旨から思い出していつ死んだかって出ますか？違うでしょ。もう瞬時に考えずに出ますよね。普通指数はいつ、特別指数はいつって。そうすると知識が早いからすぐ出てくるでしょ。この暗記作業をするかしないかで変わってくると思ってください。でこれ強調すると余計嫌われるんで言うとね、あのやっぱり合格した方に祝賀会がなんかで、やっぱ暗記は聞きましたって言われるんです。今まで理解だけでやっていたのが暗記をすることによって強くなりましたというお声は多く受けています。
むしろ暗記をしないんだったらこの講座の魅力は半減します。この暗記作業をメインに置いてください。あ、ちなみにですけど、隠すところはこんな感じだからね。これじゃ分かんないからね。これじゃ無理だよ。あの、この網がかかっているところをなんとかうまく軸持ってってそれで隠してくださいね。あの、さすがに全部隠して全部家とかそんなね、そんな無茶なことは言いませんので、ぜひやっていってください。で、また、ページで言うと、例えば18ページとか、下の真ん中あたりに表があって丸バツがついてるところありません？丸バツがついてるところで、丸バツがついているものも積極的に同じ作業をしてください。丸バツがついているものは積極的に隠していってください。丸とバツがついているところ、これこの18ページに関しては表の部分について丸バツがあるでしょ。また下にも過去問があって丸バツがあるでしょ。こういった丸バツがあったものについては積極的に隠してやっていってください。やりたいことは何かっていうと、インプット教材でアウトプットすることなんです。インプット教材でアウトプットするのが目的なんです。なので、このような暗記マークがついているものとか丸バツがついたものについては積極的に隠して宣言するという作業をやっていってください。じゃあ板書を続けまして、今度は丸2番かな、あ、3番か。上記2の暗記、そして丸バツ確認作業、これをまた別個にやってください。1回の復習の後に今言った暗記作業と丸バツの確認だけをまたやってください。少なくとも1回、できれば2回ぐらいやってくれると嬉しい。例えば今日が土曜日だっけな、今日土曜日で復習作業が日曜までかかりましたと、そしたらその後次の講義までの間ねに暗記部分と丸バツ部分の確認を2回はやってほしい。一番初めて初学者で勉強した時って一つの分野を何回も何回も復習したと思うんです。だから知識がつきやすかったんですよ。でも2年目3年目になると1回復習しておしまいにしたって、次行っちゃう。触れる回数が少ないから、それは知識は定着しないんですよ。で、民法に関してはこれ1週間に1回、まあ他の科もそうだけど1週間に1回って形のスケジュールでなんとかお願いして作ってもらいました。しっかりその1週間の間で繰り返してほしく、こういうスケジュールでやっています。ぜひ、ね、2回はやってください。3、問題演習、過去問当練で、その下問題を解くと暗記作業で言えば、もう今は暗記作業に没頭しててください。問題を解くなんていつだってできるんですよ。なんで問題を解くっていう作業は今はね、今のこの時期は全く入れる必要はありません。それをやるぐらいなら暗記作業に、でも解きたい、暗記作業解きたくてたまんない、解かないと死んじゃう、うん、死んじゃって、いや、そういうね、そういう方のためにね、板書の一番後ろにね、本当に読基礎過去問だけをちょっと一覧表作っておきました。一番最後の板書4ページね、下の方に読基礎の過去問を入れておきました。もしやるんだったら、ここは読基礎だから、これが読基礎だから、これはやっとくといいんじゃないといった問題を入れましたので、どうしても解きたいと、でどれやればいいというんだったらこれを推奨します。難しい問題ではなく、本当に読基礎だけの足なので、読基礎だけにしています。ちなみにこれ表記の仕方ですが、レックの合格ゾーンを基準に作っています。2の17というのは体系番号です。横に載っているのが年度番号です。レックの合格ゾーンを使っている方はこちらの、ね、体系番号を軸に、そうじゃない方は横の年度番号を軸に問題を探してみてください。はい、こんな形になりますね。こういう形で復習をしてみてください。ではこれぐらいにしまして、じゃあ講義の方続けていきましょうか。ページの方は今度は29ページ、ちょっとまたね端っこの論点が1個残ってました。
法律行為、準法律行為、22年の6で出ています。なので1回しか出てませんので、今はエッセンスが分かればほっといてください。今はエッセンスが分かればほっといて結構です。極論言うと、このページの一番下のね、債権の消滅時期が完成する前にって書いてある司法試験の過去問というところの×ってあるでしょ。この×が言えればもう現段階では終わりでいいです。一番上、法律行為の定義、意思表示、一定の法律効果に向けられた意思の外部への表明を要素とする司法上の法律要件、日本語とは到底思えない。効果に向けられた、ここです、ポイントは。効果に向けられた、ここ意識して。これがあるかないかなんですよ。効果に向けられた。このページ一番下のその司法試験の過去問っていうのを読んでみますとね。債務の消滅時刻が完成する前に、債務者が債権者に対してその債務を承認する旨を表示することは法律行為に当たる。で、この1行目、債務の承認ってあります。この効果は時効の更新です。時効の更新です。時効の更新です。じゃあ考えて、債務者がすいません100万追ってますって言ったりとか、すいません500円払いますっていうのはこういう気持ち、よし時効が進行してる、更新させてやるぞ、俺は更新させてやる、リセットさせてやる、払います。違うよね、これ違うよね。この効果を狙って、効果を狙ってじゃないでしょ。この効果を狙った意思表示じゃないのに効果が出ちゃう。自分が狙ってない効果が出ちゃう。こっちの方が分かりやすい。自分が狙ってない効果が出ちゃう。もう一問出そうか。まだ早いな。いけそうかな。じゃあ、ちょっともうちょっとやらせてください。落とし物を拾う、私記事じゃなくて皆さん記事にお願いします。私記事じゃなくて皆さん記事にお願いします。落とし物がね、高価な落とし物ができました。どういう目的で拾う、届けてあげるつもりですよね。届けてあげるつもりで拾いますよね。拾うで、結果所有権ゲット。私記事じゃなくて皆さん記事ね、皆さん記事ね。落とし物を拾う時の目的は効果所有権取得ね、効果所有権取得ね。その時の気持ちは、やった俺のものにしてやるぜ。違うよね、そうじゃないんだよね。落とし物を拾うっていうのは届けてあげるつもりなんだよね。でも結果所有権取得という思いがけない効果をあるんだね。これ真ん中あたりに準法律行為、下の方のに非表現行為の下の例、遺失物の習得における所有の意思、遺失物の習得における所有の意思と、今の感覚で十分、法律行為かどうかというのは今の感覚でいければいいから、その効果が狙ってやってるかと、その効果を狙ってやったか、狙ってないのに効果が出たか、狙ってその効果を狙ってやったか、狙ってないのにその効果が出たか。で、ここの復習については今の感覚と一番下のね、司法試験の過去問さえ解ければ別に上からバーって読む必要はないから、本当に直前期に22年の6問が22年の6をざっくり1回解ければそれで十分です。よし、じゃあ典型論点に行きましょう。31ページお願いします。意思表示、
左から心理留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、脅迫の比較が出てます。効果、原則が有効無効なのか、取り消しができるできないなのか、例外がどうなのか。で、横、第三者保護規定というのがあります。ちょっとここだけ注目させてください。第三者保護規定、上二つが同じグループになります。善意の第三者に対抗できない。だからある意味第三者は善意無過失、善意軽過失、善意重過失が保護される。第三者の保護範囲は広いです。第三者の保護範囲は無過失、軽過失、重過失まで保護、無過失、軽過失、重過失まで保護。第三者の保護範囲は広いです。一方、錯誤と詐欺、これも一つのグループ。錯誤と詐欺もグループ。第三者保護規定、善意でかつ過失がない第三者に対抗できない。これは善意無過失だけが保護されます。範囲が狭くなります。範囲が狭くなります。そして一番下、脅迫、これに至っては保護規定がない。第三者を保護しないんですよ。これは元の本人の落ち度で変わってるんです。元の本人の落ち度がそんなに重くなければ保護要件は軽くなります。ごめん、元の本人の落ち度がひどい、落ち度が強ければ保護規定は楽になります。逆に落ち度が低くなればなるほど第三者の保護要件はどんどん厳しくなります。もう一回いこうか。心理留保、虚偽表示、やらかしてることめちゃくちゃだよこれ。嘘をついたりつるんだりとか、本人たちのやらかし度合いが強いので保護要件の範囲が広いんですよ。保護される範囲が広いんです。善意無過失、軽過失、重過失まで保護。一方、錯誤詐欺となると、これは嘘ついたとかと比べればそこまで落ち度は強くない。なので保護要件は善意無過失のみ。一方、脅されたなんて言った場合は本人の落ち度は全くない。だから第三者はむしろ守らない。同じ感覚で意思表示のトラブルじゃないけど、もしここに未成年っていう欄があったら保護規定はどう？なんで未成年の子だろう、なんで未成年の子だろうと、なんで未成年とこの野郎とおかしいよ、そっちの方が。未成年であることは落ち度は全くないですよね。なんで保護規定はないよね。第三者保護規定はないよね。本人の落ち度と保護規定の重い軽いは連動します。本人の落ち度と保護規定の有無、要件は連動します。この話はまたもうちょっとしたら同じこともう一回言ってきます。本人の落ち度と保護規定の要件は連動すると。よし、じゃあこの中でまずは虚偽表示のところを細かく見ていきましょうか。いけそうかな。じゃあページは32ページ、条文があります。軽く読んでからにしましょうか。94条。相手方を通じした虚偽の意思表示は無効とする。前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。で、この第三者は一体どういう人なのかと。それが下の図表35、94条2項第三者の解釈載っています。1から4を満たした場合です。
1、虚偽表示の外形を信頼し、新たに利害関係を取得すること。虚偽表示の後にってイメージです。虚偽表示の後にってイメージです。後に物見ますが、虚偽表示の前から利害に絡んでいる場合は当たりません。虚偽表示の後に入ってきた人だけが対象です。前からの人は入ってきません。前からの人は対象外です。2、独立の経済的利益を有すること。3、虚偽目的物に対し法律上の利害を有すること。特に引っかかるのはこの3です。法律上の利害、法律上の権利が必要です。法律上の権利が必要です。しかも冒頭の4文字5文字、虚偽目的物に対して、ドキソ論点ですが、ちょっとね、こちらを使いながら、見ていきましょうか。1個あえて飛ばしてからね。34ページ。34ページ、図表38、94条2項の第三者に該当するか否かの判例、暗記となっています。丸と×が載ってますが、×のところに注目しましょう。×。丸6番。土地の数を譲る受け人が右土地上に建物を賃借したい場合の建物賃借人、建物賃借人、建物賃借人、もう一回言いますよ。仮想、こちら、土地の仮想を譲る受け、土地の仮想を譲る受け、建物賃借人、×となっているのは、これは虚偽目的物に利害がありません。虚偽目的物に利害がありません。虚偽目的物は土地です。利害持ってるのは建物です。虚偽目的物は土地、利害を持ってるのは建物。8、仮想譲渡の譲り受け人の一般債権者、何か土地かなんかの仮想譲渡があったっぽいですね。でその仮想譲渡があって、その人にお金を貸していると、その人にお金を貸していると、これは94条2項の第三者にはなりません。比較するのが丸3番、仮想譲渡の目的物に差し押さえをした、差し押さえをした、丸様ね、差し押さえをした、虚偽目的物に法的利害がある3番、法律上の権利がない丸8番、法律上の権利がある丸3番、法律上の権利がない丸8番、こういう違いね。はい、じゃあちょっとそれを2つちょっと前提としまして、他のところの×をちょっとメインに説明していきましょう。よいしょ。ちょっと申し訳ないことがあります。すいません。こちら表のところ修正をお願いしたいんです。下から2段目丸10番のところ、ここ中の1を削ってもらって、中の1は丸7番の方に入れてください。また11番、ここに中の3と入れてください。中の3、本当情けないなと思って中の3と入れようと思って開業までしてるのに中の3を入れ忘れたという、もう自分でも本当情けない限りでした。大体かな。あ、ごめん、ごめん。で、あと1箇所、本当ごめん。1番下のところ、中の2のところ、これを3にしてください。よし、
じゃあね、ちょっとこれ絵を使いながらいきましょう。中の1と書いてある表の下の中の1の絵を見てください。 A から Y に100万の債権があって、 A が B に債権譲渡をしました。で、この後 B が C に債権譲渡をしたんですね。で、その後に AB 間の債権譲渡が仮想だってことが分かったんです。で、本来はこの C は94条2項の第三者になります。本来はこの C が94条2項の第三者になります。ただこの債権譲渡、 BC 間の債権譲渡、取り立てのためにやっている、取り立てのためにやっているとなると話は変わります。何、取り立てのためにと。え、下見て、 Y から100取れたら C に30万払うと、Y から100取れたら C に30万払うという内容だったんです。だったら別にこれ B、C に委任すりゃいいじゃん。どういうこと？だから B が取れないから C に頼んだんでしょ？じゃあ C に委任してやってもらえばいいじゃん。あの、債権取り立てって法律行為なので弁護士以外を代理にすると捕まるんですよ。債権取り立て、あの、法律行為なんで、あの、取り立てを一緒に頼むと弁護士を72条違反になっちゃうんですよ。代理がダメなので形上債権譲渡、代理がダメだから形上を債権譲渡にしたんです。普通だったら代理とすべきとかなんだけどね、債権を取り立てってのは法律行為になって、法律行為の代理は弁護士以外ができないという規定があるので、今回ね、債権譲渡の形を取ったんです。よろしいでしょうかね。実はこのような事情があると C94 条2項に当たりません。もしよかったら C のところに×と入れてね、 C のところに×と、当たらないよと。書いてあるな。じゃあちょっとこれね、私これ読み飛ばした要件があるので、そこをちょっと軽く見させてください。ページの方が32ページ要件の2番、32ページ要件の2番、独立の経済的利益、独立の経済的利益、 C だけの利益じゃないんです。これ C だけの利益じゃなくて B の利益入っちゃってるんです。 C の利益だけじゃない、 B の利益も入っちゃってる。その人だけの利害じゃないと、その人だけの利害じゃない。でね、この独立の経済的利益っていう要件は今の取り立てのための債権譲渡以外では出てきませんので、それ以外出てこないので、もうこの事例だけで覚えて構いません。この事例を覚えちゃって構いません。よし、じゃあ今度はレジュメの真ん中、中の2ってところ、右側の ABC を使っていきます。ちょっとこれ画面の方を使いながらいきましょうか。A から B に債権があって、A から B に債権があって、A が C に債権譲渡をしました。で、債権譲渡をした後に、A は B に連絡します。ああ、C に売ったからよろしくねと。C に売ったからよろしくねと。まあ、本当、2で通知ってことでしょうか。2で通知と。債権譲渡の通知をします。で、この後になって、この後になってね、 C が言われてきた通り請求してきたんですよ。請求来たんですよ。請求に来たんですよ。ここまでかな。そこでこの時点で何かがあったんでしょうね。
AB の債権譲渡が仮想だと発覚したんです。 AB の債権譲渡が仮想だと発覚したんですよ。さあここで B は C の請求を拒めるのかと、 B は C の請求を拒めるのかと。じゃあこの B が94条2項に当たるかを考えましょう。これですが B、 虚偽表示の後に利害に入ってますか、虚偽表示の後に利害に入ってますか、そこなんですよ。もう虚偽表示の前から債務者ですよね。虚偽表示の前から債務者ですよね。なのでこの B は94条2項に当たらないんですね。94条2項の人に当たらないんです。虚偽表示の前から利害にいる、虚偽表示の前から利害にいるからです。はい、でこっからが本題です。94条2項に当たる当たらない、だからどうなると、その処理をしっかりできるように。この試験では94条2項に当たるから保護される、当たらないから保護されないという問われ方はしません。保護されるされないという捉え方はやめてください。保護されるされないという問われ、落とし方はやめてください。板書の3ページ左上を見てください。左上、94条2項の第三者に当たらない、当たらないというのは保護されないという押さえ方じゃない、無効処理する。一方横、94条2項に当たる、これ保護されるじゃなくて有効処理される。何でもいい、94条2項の典型例言って、典型例頭言って。 A から B 仮想譲渡、 B から C が転売されて C が善意でした。この C ってのは94条2項に当たる。で当たるって言ったらどう処理するの、保護される、そういうのやめろって言ったでしょ。当たると言った場合は AB 間を有効に処理して、 AB 間を有効、 AB 間を有効に処理すれば A から B に所有権移転がされて、 B から C に所有権移転がされるから C は所有権取得できるってことね。虚偽の部分を有効で処理するのが94条2項に当たる処理なんです。繰り返します。保護されるされないでは問題解けません。94条2項に当たるんだったら虚偽を有効として処理する、当たらない場合は無効で処理する、当たらない場合は無効で処理する、当たらない場合は無効で処理する。そこまでかな。よし、じゃあそれでもう一回この事例の話をしていきます。 A から B に債権があって連絡がありました。で債権譲渡があって連絡がありました。この後 C から請求が来て、ここで虚偽表示と発覚したんです。ここで虚偽表示と発覚しました。で C が請求してたんですけど、 B は断れるかと。死ねばいい。何言ってんの、この B は94条2項じゃない、死ねばいい。いやそうじゃないの、そういうやり方していけないの。94条2項に当たらないってことは、ここが丸1が無効として処理される、無効として処理されるってことは、債権譲渡は無効を、 C は債権を持たない、 C から請求来たら B は断れる。 A から B、C の債権譲渡は無効を、 C は債権を持ってない、 C から請求来たら断れる。
あの下に過去問15の5のうってのがありますけど、まさにそれ聞いてるんです。これで通じたでしょうか。保護されるされないだとこんなん解けませんからね。ちなみに分かると思うけど、僕はこれもう一回聞くんだけど、この事例でもし A から請求来たら B は断れるの？これ A から来たら A が債権持ってるんだから断れないだよね。でこの虚偽表示の処理の仕方ね、有効処理する、無効処理するっていう仕方、それをぜひマスターしてください。またもう一回次で練習するけどね。じゃあすいません、ちょっと今後の出題可能性があるところでやらせてください。ただし弁済した場合は該当する。ちょっとこれね、これ合わせるよ。合わせると1は同じね、1は同じね、で2までは同じね、1、2まで同じね、1、2まで同じね、1、2まで同じね、1、2が同じで3が請求まで同じで、4で B 払う、5虚偽発覚、払った後に虚偽が発覚したと、払った後に虚偽が発覚した。仮想でもいいんだけどね、仮想虚偽どっちもいいんだけど、さっきの話はね、あの請求来た時点で虚偽が発覚したと、請求のところで虚偽が発覚したと、こうなんでね、これ B が払った後に虚偽が発覚したんですよ。でこのケースなんですが、94条2項の要件当たるんです。これ B は虚偽表示の後に払うという利害を持ってます。虚偽表示の後に払うって形で利害を持ってるんですよ。虚偽表示の後に黙っていたケースじゃなくて払うという法的利害を持ってるんです。なので実はこれ、もっとこれからお見せするんですが、実はこれ過去問、これ意識した表現が実はあるんです。ちょっとこれ画面まだ続けるよ。これもう一個過去問が下にあるでしょ。過去問があって、ちょっとこれ画面稼ぎからね。当該債権につき弁済その他債務の消滅に関する行為がされていない場合であってもってことで、払ってないことを前提にした問題にしてるんです。過去問は払っていたら結論変わっちゃいます。払っていたら結論が変わっちゃいます。だからこれもう一回言いますね。債務者であれば、債務者であるというだけだったら94条2項には当たりません。ですが払っていると法的利害が認められます。払っていると新たな法的利害、新たな法的利害が認められます。払っていると新たな法的利害が認められます。
といったところなので、これ債務者が当たるか当たらないか、基本は当たらないだけど払ってる場合は違うというところ、そこまでぜひ押さえてください。まだ払ったケースは本試験出てませんので差がつけられますから、ぜひ押さえてください。よし、じゃあ今度は上の表で言うと丸11番かな。でこれはこのページ一番下の絵、 ABC 建物の絵の方がありますので、それを使わせてください。またこれ画面の方を使っていきましょうか。よいしょ、同じ話なんだけど右側の方が分かりやすいので右側で一回出してください。いくよ。土地の所有者が A で、早いか、土地の所有者が A で、B が土地を借りる権限、土地を借りる権限を B がもらって、B が家を建ったんですよ。で、その後に B が建物を売ったんです。これわざと親指隠してからね、B が建物を売ったんですよ。そしたらここで A が超怒り狂ったんです。なんで怒ったかっていうと、建物を売ったら付属品で賃借権を取るでしょ。住宅権利で建物を売れば住宅権利も一緒にくっついていくよね。ここで A が切れた理由わかる？賃借権の無断譲渡、だということで、ここで A が解除を主張してきたんです。無断譲渡したな、解除だと。ここまででしょうか。振ったらね、 B がこう言ってきたの。いやいや、ごめんが、そんな怒んないでよ。怒るよ、お前やってないのになろうと。いやいや、うっそぴょーんって。何うっそぴょんって。いや、あれ仮装なの。は？仮装やってないの、仮装なの。だから解除とかそんなこと言っちゃダメ。そんなこと言い始めたんですよ。さあ、これ A は94条2項に当たるのか。仮装したのは BC ね。で A が94条2項に当たるのかと。2つのアプローチをしましょうか。まず左側の絵を見てください。 A が B に土地の賃貸をし、 B が建物を建てまして、 3、 B が建物の仮想譲渡をしました。 A が94条2項に当たるのか。もう一回いきますよ。 A と B が土地の賃貸をして、 B が建物を建て、 B が C に建物の譲渡をしました。もう結論分かったね。物が違うでしょ。また角度変えるよ。これ虚偽表示の後に何か動いた。解除の前、虚偽表示の後に A は何の動きもない。新たな利害関係もない。目的物が違う。新たな利害がない。新たな利害もない。ってことで、この A は94条2項に当たりません。そこまでかな。94条2項に当たらない。じゃあどういう処理になるの。死ねばいい。だからそれはやめろって言ったろ。これ絵の中見て、右側の絵がいいかな。右側の絵、 BC の仮想譲渡を無効で処理する。 BC の仮想譲渡を無効で処理して解除できるかできないかを言って。BC の仮想譲渡は無効、
建物は移転してない、賃借権も移転してない、よって解除は無効、解除は無効となると。といったところでこれぐらいにいたしましょう。ぜひこちら上の表ね、あの丸はいいとして、バスのところについてはなんでバツかがちゃんと言えるように、なんでバツかが言えるようにしてください。はい、ではもう一つやりましょう。右のページになります。94条2項類推適用、まあ、この類推適用というのはどうでもいいです。事例の処理ができれば十分です。絵を見ていきますと、 A が所有者で B の下、こちら B 名義の建物保存登記、不実の登記、嘘の登記がありました。所有者は A で B の嘘っぱち登記で、右側 C がそれを買って信じて買ったんですよ。登記を信じて買った C は保護されるかって言ったら保護されない。登記を信じても保護されない。登記には更新力がないと。登記には更新力がない。登記を信じても保護されない。登記には更新力がない。ここまでいいでしょうかね。ただ登記を信じても保護されないは一般論でいいんです。A に落ち度があれば話は別です。所有者 A に落ち度があれば話は別です。 A の上を見てください。 A が B の承諾を得て B 名義で登記、 A が登記を作っていたんです。 A が登記を作っていたんです。こうなると話は変わります。皆さんに見てほしいのはね、本人に落ち度があるかってことです。もう一回ね、登記を信じても保護されない、本人に落ち度があれば別、本人に落ち度があれば別、本人の落ち度を探すんだ、本人の落ち度を探すんだよ。だからもしよかったらなんか線かなんかいける？ A の上、A が B の承諾を得て B 名義で登記、 A が作ってる、 A が作ったって落ち度があるのね、 A が作ったって落ち度があるの。よし、じゃあ次上から2つ目、こちら B の上、 B が A の承諾を得ずに B 名義で登記、 B の下、 B 名義の移転登記、不実の登記が入っている。でここ A の落ち度今のところないからね、 A の落ち度ないよ。左側 A、 知りながら放置、放置したんです。不動産登記名義持ってると、その登記名義を基準に固定資産税が来るんですよ。ほんとね、お母ちゃん何今年固定資産税来たか、いや来てないけど、どういうこと、今年から免除かな、うわーよかった、今年から税金なしなのね、いやバカ言うな、バカ言うな、固定資産税が来ないってことで分かるはずなんだよ、何かあったって。あ、これ自分名義になってないって分かるんです。で放置したと、これが落ち度、知りながら放置、これが落ち度。作ったも落ち度だし放置も落ち度ね、作ったも落ち度だし放置も落ち度になります。はい、でね、ちょっとこっから今度下は論点がちょっとまた増えます。次いくよ。 ABC、 A、 B 名義の仮登記を作出、
あのね、どうもね、これ B っていうのが信用力を上げたくて A に頼んでね、とりあえず仮登記を打ってもらったらしいんですよ。1号か2号か忘れたんですけどね。そしたら B の下、どうやったか知りたいね、勝手に本登記したらしいんですよ。いや、不動産登記勉強してる方がすらね、どうやってやったんだとって思うんだけど、まあ、そこは置きます、そこは置いときます。振ったらそれを C が信じたんですよ。で、これ A の落ち度があるのは間違いないわけ。ただ A の落ち度は仮登記までなんです。虚偽の外観は本登記、虚偽の外観は本登記で、 A の落ち度は仮登記に過ぎません。もっと言いますよ、本人の落ち度が低いんです。本人の落ち度が低いので第三者の保護要件が重くなります。第三者の保護要件が重くなります。右見てください。保護要件こちら94条2項だったら全員でいいはずなんだよ。94条2項は全員でいいはずなのに、これ本人の落ち度が低いので善意無過失まで必要です。先ほど何ページだっけ、31ページあたりで言いましたよね。本人の落ち度が、本人の落ち度によって保護要件は連動してきますよと。そこにつながってくるんですよ。はい、でここまでが本試験出ていて、次まだ出てませんのでぜひ覚えてください。これね、 A から B、 これね、所有権移転が起きてるんです。読んできますと、所有権が移転されたが事故の指示ミスおよび使用指示のミスにより抵当権設定登記と。はっ、これね、 A から B は譲渡担保なんです。ということで、もしこれやるべき登記は何、 A から B に譲渡担保あったら1番で A で2番は所有権移転で譲渡担保なんですよ。ちょっとこれ板書お願いします。3ページ上から2つ目、あー先生、おー何ですか、どうした、いや今回さ担保やったんだよ、担保、あー担保だよね、じゃあ先生担保だから登記よろしく、担保ね、担保ね、分かった分かった、担保だ、担保ね、分かった、あー分かった、担保ね、分かった、分かった、本当はこれやるやつなんだね、本当は左なのね。でもね、今言った表現分かった、担保担保と言ったからもう先生完全に勘違い、担保担保と言ったら完全勘違い。右を見てください、抵当権解きちゃったんです、抵当権。今の本当の所有者は B ね、所有者は B ね、 B なのに、本当の所有者は B なのに、今どう見ても A 名義に見えるわけ。今は所有者 A 名義に見えてるわけで、この事案だけ所有者が B で虚偽の登記が A ね、この4つ事例なんですよ、4つ事例があって、他は全部所有者が A で虚偽の名義は B なんだけど、ここだけは所有者が B で虚偽の名義は A なのね。そしたらここに A 名義があるってことを信用して、右下の C、 右下の C が買っちゃいました。ってことで保護要件見てください。これは所有者 B に落ち度はありますけど、所持のミスもあります。所持のミスもあるので本人の落ち度は強くありません。本人の落ち度は所持のミスもあるので 100% ではないんですよ。はい、ということでこちらも全員無過失までと要求されると。ここまでにいたしましょうか。書いてると思いますので少しだけちょっと補足させてください。これに関してあとパッと見177条で処理できるはずなんです。177条で A から B と C の二重譲渡です。ですが民事訴訟で原告の側の方が177条を主張しませんでした。
あの民事訴訟の知識忘れた方はもう無理しないで。弁論主義っていうのがあったでしょ。言わない法律構成は扱ってくんない。言わない法律構成扱ってくんない。177条を主張しなかったので177条の理屈がどうなるかは考えないでいい。裁判で主張しなかったので認定されません。裁判で主張しない以上177条で、これどう処理されるか分かりませんので177条処理は頭から飛ばしてください。単純に94条2項類似の問題として考えてください。といったところで、94条これぐらいにして、ちょっと1時間ぐらい来たんでしょうかね。じゃあ軽い毛伸びかなんかの休憩を軽く入れてあと30分ちょっと行きましょうか。特にこの生クラスの方に話なんですが、こちら今回こちらの講義に関しては、生クラスだけでなく Zoom での配信ができるようになっています。で、Zoom の配信の ID、パスワードについてはご自宅の方に届いております。なのでこちら環境としてなかなか通いづらくなったと、もしくはね、平日の方が家で聞くといった場合についてはこの Zoom の ID の Zoom の ID を見てこの Zoom の方でぜひ参加をしてください。ただお願いがあります。こちらの Zoom の ID などについては SNS なので拡散だけしないようにお願いします。これがもし分かって虚偽の、虚偽に、勝手に他の人が見てることが分かったらこのサービスの方は停止せざるを得ません。なので申し訳ないですがこのパスワードなどの拡散についてはやめていただくようお願いいたします。ページは36、37、錯誤に行きましょう。で、錯誤のところですが1点やらせてください。37ページ右下です。動機の錯誤、取り消しを主張する要件何？動機を表示していることだね。動機を表示していることが要件だね。ちょっとこれ画面の方を使わせてください。契約内容になってない。動機が契約内容になってない。ってことは表示とは扱えない。表示とは扱えない。契約内容になってなければ表示しているとは扱えない。なのでこちら取り消しは×となります。ただこの表示というのは、表示というのははっきりと示すだけでなく目次でもよくなかったっけ。はっきり示すじゃなくて案に示すでもよかったよね。案に示していればこれ取り消しができますよね。ちょっとこのあたりは使い分けをしてくださいね。上の2つは契約内容になってないで切っちゃって、で本当のことは契約内容になってなくても案に示していれば余地は、取り消しできる余地はあると思うんです。でもちょっとそこは考えないでください。まず2つはね、契約内容になってないから取り消しができない。でもね、それとは別に案に示してる、態度で示してる、案に示す、態度に示すという場合はこれ取り消し主張ができるということ。はい、ありがとうございます。じゃあ次は取り消しのところ1点説明させてください。39ページかな。図表44、詐欺第三者の保護。ちょっと画面の方また使いましょう。よいしょ。詐欺があって取り消しがされました。で、取り消した後に登場した人、取り消した後に登場した人は177条で保護する。登記があれば保護をするでした。一方、詐欺があって取り消し前に登場した、詐欺があって取り消し前に登場した場合については96条3項で保護します。善意無過失なら保護です。善意無過失なら保護です。
一方、詐欺の前から利害に入っていた場合は保護されません。虚偽表示と同じなんです。詐欺の前から利害に入っていた場合は保護されないんですよ。これ上に載っている第三者の事例の丸3番なんか見てやって。2番抵当は詐欺の前から2番抵当はいらっしゃいますね。詐欺の前から2番抵当はいらっしゃいます。詐欺の後に2番抵当を設定したんであれば反射違ったと思います。1番2番がいて詐欺で1番が放棄したという事例なのね。もしこれが1番がいて詐欺で放棄して2番が設定されたというんだったら反射変わると思います。ぜひこれいつ登場したかで覚えてね、いつ登場したかで処理をしてください。といったところでこの辺りの論点はちょっとまたできると思いますのでお任せしましょう。ページは40ページまでいきましょうか。40ページ97条意思表示の効力発生時期で、一応ねこれ現行法では手紙の意思表示に限定をしていません。手紙の意思表示に限定はしていませんが、イメージだと手紙の意思表示の方がイメージしやすいです。現行法は改正で手紙の意思表示に限定しなくなりましたが、手紙の意思表示の方がイメージは持ちやすいと思います。手紙で取り消しの手紙を出すとか、そういったようなイメージをしてください。左から、見ていきますと、漂白、書面を作成する、発信、投函する、到達、届く、そして領地、読むと。どこで相手に意思が伝わったと扱うかというと、これは右から2つ目、到達時点で効力が出る、これが基本です。到達で効力が出る。読んでないは言い訳にならない、読んでないは言い訳にならない。じゃあちなみに何を持って届いたっていうの。中の1、到達とは一般取引の通念に対し相手方領地中にその勢力範囲に入る、これが基準です。勢力範囲に入る EX の一緒に勢力範囲に入ったってことを読み取って。家族がもらえば勢力範囲です。使用人、従業員が受け取れば勢力範囲です。家族が受け取る、従業員が受け取る、勢力範囲です。ありがとうございます。非常にバカバカしいんです。バカバカしいわけじゃないので、学習的な話なんですが、右のページの方を見てほしいんですけど、ボールペンでも指でも結構です。図表9046の効果のところ、ボールペンがなく隠してる。届いたら効力が出るの。そこでどうするかっていうとね、郵便来たらね、郵便局に殴るんですよ。届かしたらおしまいだと思ってね、郵便ポスト来る前にバーン殴るんです。よし、届かなかったでいいでしょうかと取ってください。それでそんなバカなことあるかとってことで、これは邪魔しても到達したとみなす
邪魔しても到達したとみなしますよと。ちょっと細かいんだけど、どのタイミングで届いたと扱い？通常到達すべきであったとき、通常到達すべきであったときというところ、よろしいでしょうか。ちなみに似た条文を少し言いますので、もしよかったら調べてください。民事保全法、仮処分による執行、登記簿上の住所に宛てて手紙を送る、登記簿上の住所に宛てて手紙を送る、届いたってみなされるのいつからだっけな。民事保全法、仮処分による執行で、これ配達証明手紙を送る、一定の時期経てば届いたとみなされるから、添付書類で配達証明がいらなくなるよね。1週間だったっけな、1週間だったっけな、答え言ってんじゃねえよ、1週間だったっけな。ということで、あれ、民事保全法の知識ぜひ比較してください。民事保全法の知識ぜひ比較しておいてください。あっちは1週間だったような気がしますってやると調べるだろうなと思うんで、やっとき1週間だったろうなと言っておきます。はい、以上で意思表示関係これぐらいにしまして、続いて代理の話に行きましょうか。44ページから代理が載っております。まずね、読起訴のところなんですが、ちょっとご質問も多いのでやらせてください。最近出てないんですが、代理と使者ってところです。44、代理と使者で、そもそもこれどこで分けるかっていうと、裁量を与えたか与えないかです。誰か人に頼むって時に、それが代理か使者になるかは、裁量を与えれば代理、全く与えなければ使者です。かっこいい車を買ってきてくれ、これ裁量がありますよね。一方、あそこのスーパーに行って、あそこの右上にあるお肉を 100g 買ってきてと、これ全く裁量の幅がありません。裁量の幅があるかないかで分けてください。本試験では売却の代理権、売却する値段について裁量を与えた代理か使者かどっちですかということを聞いたことがあります。これもちろん代理です。でそこで一番上、意思決定、契約内容を決めること、意思決定、契約内容を決めること、さあこれ誰がやる？代理には裁量権があるから、代理が契約内容を決めるね。代理には裁量権があるから、代理が契約内容を決めるね。一方、使者は本人が決めた内容を伝えるだけ、本人が決めた内容を伝えるだけ、本人が意思決定をするわけね。よいしょ。ってことで連鎖させていくと、本人が意思決定をするからこそ、本人に意思能力がいります。本人に意思能力がいります。また本人が意思決定をするので、意思表示のトラブルは、代理人が意思決定するんだから、代理人が意思決定するんだから、代理人に意思能力がいる、言い間違えた、ごめん、代理人が意思決定をするから代理人に意思能力がいる、また代理人が意思決定をするから、意思表示のトラブルは代理人基準で決めます。もちろん例外に本人基準になることありますよ、例外で本人基準になることありますが、代理人が意思決定するから、基本は代理人基準です。一方、使者については本人が意思決定をするので、本人に意思能力が必要です。本人に意思能力が必要です。
本人が意思決定をしているんですから、意思のトラブルは本人で判断します。意思のトラブルは本人で判断します。よろしいでしょうかね。はい、じゃあ下から3段目、婚姻の意思表示ができるか。ポイントは裁量です。庄司、あんたの婚姻なんて私が決めるから。すいません、民子と結婚したんだけどちょっと恥ずかしくて言えないんです。結婚するって言ってきてくれませんか。涼子に民子だけ。どうでしょう、身分行為は本人の意思を徹底します。身分行為は本人の意思を徹底します。代理には裁量があって、代理の意思だからダメ。身分行為を代理でするのはダメ。でも本死者の場合は OK です。死者は本人の意思ですから、死者は本人の意思なので、身分行為を本人の意思でするのはいいんです。よろしいでしょうかね。ちなみに死者に関しては条文がありません。死者は一切条文がありません。これが一番下の違いに出てきたんです。無権代理って117条の責任追及の条文あるでしょ。一方死者には条文がないから、不法行為で責める余地はあります。不法行為で責める余地はあるんだけど、これね、原則としてなしっていうか、条文がないの方が正確かもしれない。原則としてなしっていうのも、条文がないって言った方が正確かもしれない。よし、じゃあ今度は代理の話もうちょっと詰めていきましょうか。ページの方は46ページお願いします。件名と代理行為の効果帰属先、横に、ABC があります。 A がいて代理が B で、B から C に法律行為と。横に見てください。横に件名が A 代理人 B とした場合、99条1項件名がありと評価されるので効果 AC に効果帰属する。一方名義が B だった場合、100条本文となって BC に効果帰属してしまうと。これどんな状況かって言ったら、私 B としますね。私が B だとして、ああこっちは A でしょうか、おい俺のためにやってくれよと。分かりました、行ってきますなんて分かってんな。 A 代理人 B、 A 代理人 B と言ってあんたのためにやってきます。頑張ってこいよ。やってきます。こんにちは。こんにちは、僕 B です、 B です、売ってください。これ何かっていうと、これどう見ても勘違いなんですよ。言い間違いですよね。言い間違いの勘違いなんですよ。でも相手は B が取引するって思っちゃうから、 BC に効果帰属するってわけね。でもこれ B 言いたくなんない？俺勘違いだって言いたくなるんですよ。これ条文見て、前のページ条文、勘違いの錯誤主張ができない言葉が入ってるんですよ。勘違いによる錯誤主張が言えない文言があるはず。100条、勘違いだと言えない文言がない、ひらがな3文字で。事故のためにしたものと、みなす、みなすって言葉があります。これはね、錯誤主張を認めない条文なんです。錯誤主張を認めない条文なんです。もちろんこの条文はこの条文でありますが、ただこれ発動されるケースはすごい稀です。っていうのは相手がそれ分かってるとかいうのであれば結論変わっちゃいますからね。じゃあ一応ページめくりまして、
上から3段目見ていきますと、百条端子書き、相手方が代理意思を知り、また知ることができた場合、あ、こいつ緊張してんだなと、 C の方がね、あ、緊張しちゃってんだなとってことを分かっていたんであれば AC に降下帰属するよねと、大体こっちになりますからね。一方一番下、 B が A 名義で取引しちゃった、これは条文がないとになって処理なんですが、中の4を見てください。本人の名前のみ表示して代理行為を行う場合であっても、代理に代理士が認めない限り有効な代理行為と言える、これで十分です、有効な代理行為と言える。もともとこれって件名は降下帰属先を教えるためにあります。降下帰属先が伝わっているので問題がないんです。降下帰属先が教えているので問題がないんですね。もうちょっと活かしてください。じゃあ今度は49ページお願いします。読書論点をやってから、まだ出てない改正論点を見ていきます。よいしょ、本当に見るぐらいでいいですよ。B がある方を代理にして代理行為をしました。で、この選んだその相手は非補佐であったんです。非補佐でした。非補佐を選んで代理行為をしました。その下、丸1、代理人が意思表示の効果は本人に対して効力が生じる。2、代理行為の制限を理由にその代理行為を取り消すことはできない。自分で非補佐を選んでる、自分で非補佐を選んでる。変な契約になっても自分が受け入れなさいと、あなたが選んだんだから受け入れなさいと。あなたが選んだんだから受け入れなさいと。この論理はこの代理人が任意代理だから成立します。あんたが選んだんだから受け入れなさいは任意代理だから成立します。横を見ましょう。 B がいて法廷代理、法廷代理が非補佐だったんです。これはあんたが選んだんだから受け入れろとは言えません。下の丸1丸2の丸3、2を見てください。行為能力の制限を理由にその代理行為を取り消すことができる、できると。上の条文読み上げます。制限能力が代理人とした行為は行為能力の制限によって取り消すことはできない。ただし制限能力者が他の制限能力者の法定代理人としてした行為についてはこの限りでない、法定代理と。よろしいでしょうか。任意代理と法定代理で結論が違うってことね。法定代理では結論が逆になるってこと知っておいてくださいね。ではまたまた続けます。まだまだって思ってたので、下の103条を見てください。権限を定めのない代理人は次に掲げる行為のみをする権限を有する。まだ出たことがない条文です。103条、まだ出たことがない条文です。あのさ、なんだい、俺の建物頼むな、頼むな。うん、分かった、じゃん、うん、じゃあな。ちょっと、お、俺何していいの？
丸一、保存行為。よくね？価値を維持する行為だったらよくね？丸二。おお、家があるなあ。いいや、ぶっ壊して新しい家にしよう。多分これ怒るね。これ絶対怒るでしょ。丸に読んでいくとね、第二行為の目的で物または権利のここです、性質を変えない、ここ押さえて、性質を変えない。まだ出たことはないんだけど、出た場合には性質を変えたかどうか、性質を変えたかどうか。よろしいでしょうか。ちなみにお金を預金するっていうのは本人怒ると思う、怒んないと思う。これ怒んないよね。性質は変えてないよね。ということで、これ万が一出た場合は性質を変えたか変えないかで見てください。でどうしてもなんか具体例で見ておきたいって方はね、次のページに表がありますが、ちょっと結構量が多くいろんな知識が入っちゃうと思いますので、まずは性質を変える変えないで押さえてみてください。といったところで、本日についてはページの方53まで復習の方をしてください。次回は54ページの表見代理の方から見ていきます。次回は54の表見代理から見ていこうと思います。最後にごめんなさい、もう一個だけやって終わりにしましょう。板書の方の2ページお願いします。本当にこれでおしまいです、すいません。番号だと ⑥6番。今年民法20問中条文の問題、 A が B に対しとか事例じゃない条文をペタッと貼って丸バツを答えさせるっていう問題が12問あります。12問です。でね、条文問題っていうのは条文読んでる人からすれば、あ、いつもの感じっていけるんですけど、条文読んでない人からするとなんかこれ違そうな気がする、または、いや、またはじゃない気がする、なんか祭りが違う気がするっていうのがすごい疑心暗鬼になるタイプなんですよ。で、作り手から言うとね、条文問題で作るの楽なんだ、コピーして貼ればいいだけだから。なので今後も条文問題が出るということを仮定して、ちょっと大変かもしれませんが、条文をメインにした学習をぜひしていってください。本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。